ーブルと、あとイオン導入のベビースキンをあります。やっぱ1日2日ぐらいは少し赤み出てたんですけど、まあ、でも直後からもメイクができるので、もう全然次の日出勤とか全然気にならない程度です。こうこうすごくもうすぐ出るような感じではないんですけど、徐々にやっぱスキンと明るくなってくるような、やっぱ回数が大事なんですね。1回2回ですぐ効果が出るような治療ではないので、まあ、できれば本当に毎月 5,6 回ぐらいつけたいとは思ってます。じゃあもうちょっと左、はい、じゃあこれジェル塗ります。はい、で少し下唇感じいただいてまーす。せーの、大丈夫そうですか。続けていきます。せーの、中では痛かった。頑張ります。うん、気に入った。あ、こう。これ2周で終わりです。でも2周目はそんなに痛くない。痛くないはず。下口に近づいて。治療です。ありがとうございました。結構赤み出てますか。いや、ほとんど出てない。うっすら、本当に気持ち変わってくるんですね。これでイオン導入するとさらにこう、そうですね、鎮静効果出て、結構、ね、熱もね、冷めてます。イオン導入の機械自体もあの冷たい。そうですよね。冷却機能ついてて、アイガードを外しますね。お願いします。ガーゼ巻いてるんで、ちょっと体の横からタオルに入れて洋服濡れないように。ありがとうございます。おでこから、あ、ベビースキンで、確かに本当にこのお薬は何にでも効くイメージですね。小じわとか毛穴とか肌のシミ、スミ、何にでも効くイメージ。化粧水でも、あ、ベビースキンの美容液のものを使ってて、イオン導入やるときも必ずもベビースキンやってます。はい、始めます。天気のピリピリ感どうですか。はい、大丈夫だと思います。不快じゃない程度リラックスしてつけて、エレクトロポレーションでやるとしっかり肌の奥まで薬剤が浸透してくれる、いいところです。よかった。結構おすすめなので、皆さんちょっとやってみてください。ありがとうございました。